でスピンがものすごいかかってくれてるんで、なんか簡単にもみ球が結構打てると思います。スイング始めてから加速も良くて、ハードヒッターとかあとスピンプレーヤーにも結構意外といいと思うので、結構自分のスイングに自信のある方とか、速いプレーを望む方にはもう持ってこいだと思います。私が使ったのはスピードのプロを使わさせていただきまして、以前よりもやはり軽量っていうんですかね、軽い感じが表示しました、ね、ただ打ち込んでですから、プロ確かに重量はありますけども、軽く、また強くというような印象を受けました。MP を使ったんですけど、まあ、僕が本来使っているのはラジカルなんですけども、実際こうラリーをしっかりしていて、まだ打ち負けないというのが一つで、重さもやっぱり軽めなんですけれども、やっぱ他のラケットに比べるとしっかりしているというのは、以前よりも、まあ、前回前作フォトグラフィースピードプロ、また今回のこの XP、 こちらの方がより他の方見てですかね、幅広い方に使用していただけるものになっていると思います。こちらの1616っていうこの黄色いバージョンの方を打たせてもらったんですけれど、従来のモデルに比べてやっぱりかなり楽にボールが飛ぶ印象を受けました。でも自分のスクールでも実際子どもたちに打ってもらってるんですけれど、小学校の高学年の子たちがやっぱりすごく打ちやすい、振りやすいで、すごくやっぱりコーチいいボールがいくよっていうことで、子どもも喜んで本当にクリスマスプレゼントで、欲しいと言ってたぐらいなので、僕たち大人が打っても満足できますし、何よりで触れるジュニア、あと触れる、プレイヤー、振りたいプレイヤーにすごくおすすめしたいラケットだと感じました。だいぶ早く触れちゃうんで、全部打点がちょっと前のめりになりすぎちゃって、ちょっと自分は今ちょっとネットいっちゃうことが多かったんですけど、そのスイングが速くできるっていうメリットを生かして、もうちょっとこれで慣れていければ、だいぶやっぱり前よりはすごい振りやすさは抜群なので、今後はこういうのは面白いなってすごい思いました。こちらの方は非常にですね、飛ばしやすくて、非常にこう当たりはいい中でも、しっかりして非常に、スクールの中ではすごいですね、中級の方とかでも使えそうな、非常におすすめです。打った感想は、そうです。まあ、16、16なので、まあ、回転もかけやすいし、あと、まあ、粗い分、結構反発がすごくあるので、すごく打ちやすかったです。まあ、力のない、女性の方でも、打てるのかなと思いました。